皆さんこんにちは、ハピベンチャンネルです。イエイ。今日は UFO キャッチャーで取れたものの紹介とチョコエッグを2つ開けていきたいと思います。まずは UFO キャッチャーの動画はこちらです。すみっこ暮らしあるよ。はい、これが UFO キャッチャーで取れたデルゾ系とお寿司になります。大好きなマグロが取れた。でもこれ持ってるんだよ。マグロは2つ目ですが、卵は初めて取れました。ビヨンビヨン伸びます。おひげバヤンバヤン。これはデルゾ系のスクイーズです。コロネとシュークリームです。コロネは2つ取りましたが、同じ色なので1つだけ開けてみました。カスタードクリームみたいなのが出てきます。このタグにはコロネのイラストが書いてあります。後ろ側は透明になっていて、ここからクリームを入れたのかな。で、焼き色も出てきていて、とても柔らかくて、少し押しただけでムニッと出てくる感じです。ムニ、ムニ、ムニ。このシュークリームの中にはいちごクリームみたいなのが入っています。このタグには3つのイラストが書いてあります。イラストは本物のシュークリームの写真になっているみたいです。そして今持っているのがこのいちごのシュークリームになっています。この種類のデルゾ系は本当初めてだったんですけど、とても押し心地も良く、すぐクリームが出るぐらい力はいりません。なんか空気が出てきた。最後はこの2つ開けていくよ。全13種類でとても可愛いつむつむが入っているそうです。シークレットが一つあるそうです。さて何が出るのか開けてみましょう。大きな卵だね。マラカス、マラカス。何かな、何が入ってんだろう。シークレットだといい。シークレットは何だろう ね。でもとりあえずミッキーとミニーが欲しいね、うん、最初は。ちょっと何かな、何かな。ではこの2つを開けていきます。こっち落としないね。あまり持ち上げていこう。あ、開いた。え、待って、これシークレットかな。なんかこれミッキーが入ってたよ。待って、これ見てみよう。ミッキーマウス、チョコエッグだから、あ、シークレットだこれ。なんとシークレットだ。さっきね。すごい。このラインナップがミッキーマウス、ミニーマウス、こんな感じですね。そしてここのシークレットの部分が、じゃん、このミッキーのクリアつむつむ。すご
い、まさかの。はい、出てきました、シークレットのつむつむ。シークレット、ミッキーかな。うん、ミッキーマウス。はい、すごい可愛い。そしてびっくり、びっくりした今。ではもう一個開けていきます。お、これが出てきた。なんだろうこれ、ヤングオイスターっていうやつかな。はい、こちらはヤングオイスターのつむつむが出てきました。このラインナップも可愛いので撮っておきたいと思います。今回はこの2つでした。また買ったら紹介します。最後まで見てくれてありがとうございました。バイバイ、また見てね。輝いてる。